愛知県豊田市で、生後11ヶ月の次男を、に投げ落とし意識不明の重体にさせたと、で、29歳の母親が、殺人未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、母親は、泣き止まな、のでイライラした。殺害す、つもりはな、だと殺意を否認してい、ということ、逮捕されたのは、市県豊田市教町の派遣社員、松下園利用者、29、です。警察の調べにより、松下容疑者は11日午後7時頃、マンションで生後11ヶ月の次男を、数回、床に投げ落としたとして殺人未遂、疑いが持たれています。次男は頭の骨を、で意識不明の重体となっています。当、自宅には30代の会社員の父親と、つこの兄弟の家族5人がいて、松、容疑者は夫が仕事で外出した後の午後、自前、子供が動かないと消防に通し、搬送先の病院から警察に、虐待の、例があると通報があったということで、警察によりますと、松下容疑者は、泣き、まないのでイライラした、殺害す、つもはなかったと殺意を否認してい、ということです。児童相談所により、これまでに虐待に関する相談は、ないということです。警察が詳しい、を調べています。